行くぞ、総一。そなたの教室まで案内しよう。今朝はずっとあそこでそなたを待っていたんだぞ。今更待つものか。ほら、昨日の韋駄天ぶりはどうした？私の足についてこれないわけではあるまい？よし、着いたぞ。水臭いぞ、総一。名前で呼ばせてもらっているんだ。そなたもクオンと呼ぶがよい。エリカ、どうした？血相を変えて。変えるに決まっているでしょ。どういうこと？説明してもらいますからね。説明というと、総一のことか。当たり前です。いきなりあんなことをして。若葉から聞いたけれど、学生たちの間で騒ぎになっているのよ。クオンが転入してきたばかりの男子をいきなり示したに指名したって。この絵さん、おはようございます。もう、そうだったな。その説明が抜けていた。ではまず、総一の質問からだ。シュベスタというのは。お前たち、これは一体何の騒ぎだ？それで、この騒ぎはどういうことだ？申し訳ない、先生。今回の騒動に関しては私に責任がある。後ほどしっかりと事態を収拾しておく。そうか、では任せよう。学生間で解決できることであれば私たちが口を挟む必要はないからな。それとこの絵、急な転入で大変なのは承知しているが、初日からあまり悪目立ちしないように。すまない、エリカ。総一、私のせいで一緒に咎められる形になってしまった。それは構わないけれど、ちゃんと説明を。そのことだが、昼休みでも構わないか？じきにお礼もなる。それにあまり注目を集めると、総一がお母上よりお叱りを受けるやもしれないからな。どうだ、総一、それでいいか？エリカは？構わないわ。そういうことなら学生会室を使いましょう。助かる。では決まりだ。私も行くわ。また後で。ではクオン、私たちも教室に。もう、そうだな。総一はどうする？勢いで教室まで連れてきてしまったが、転入生というのは本来先生が招き入れるまで廊下で待つものではないか？行く必要はないぞ、この絵。ここで待っていればいい。言い忘れていたが、お前のクラス、この2年 C 組の副担任は私だ。今朝のホームルームも私が担当する。
する？昼食のことだ。弁当を持参していたりはするのか？あ、そうか。すまないが、今日は食堂で食べる時間が惜しい。購買で何か買うか、食堂でテイクアウトできるメニューを頼むかになるが、それでも構わないか？そうだな。行こう、夏希。はい。どうした、総一。行くぞ。種類はそこまで多くないが、味は絶品だ。ハズレはないから、好きなものを買うといいぞ。私も同じものにしよう。夏希は？私も。では並んできますので、お二人は。あ一本取られたな、夏希。すみません、興味があったものでエリカについてきちゃいました。同席しても構いませんか？もちろんだ。さ、コナエさんもどうぞ。さて、まずは総一の質問からだったな。シュベスタについて説明しよう。シュベスタは簡単に言えばパートナーのことで、共学化前、霊峰学園がまだ女学園だった頃にあった慣習だ。かつてこの学園ではいつも一緒にいることを誓い合った特に親しい学友のことをシュベスタと呼んでいた。もっとも、今はもうそのような慣習はない。共学化の際、いろいろとあって廃れてしまったからな。私の姉が卒業生だからだ。姉がいた頃、霊峰はまだ女学園で、シュベスタの慣習も健在だった。幼い頃私はルイネーの学園長からよくシュベスタの話を聞き、そしてとても憧れていた。自分もいずれは霊峰に入学し、素敵なシュベスタに出会えるはずだとな。そうだ。そして私は廃れてしまったその伝統を復活させたいと考えている。それが学園のためになると思ったからだ。あ、そうだ。ここからはおそらくエリカの問いの答えにも関わってくる部分ではあるが、その前に総一、そなたに一つ問いたい。この学園に転入してきてどう思った？率直な感想で構わない。遠慮もなしで頼む。そう、それよ。それこそがこの学園の抱える問題だ。霊峰学園は年々学生数が減っていてな。少子化といった要因もあるだろうが、現在の学生数はピーク時の半分ほどだ。理事長である母曰く、かつての共学化を決断した背景にはそういった将来を見越してという事情もあったそうだ。事実、共学化初年度は入学希望者もぐっと増え、その男女比もほぼ半々だったと聞く。だが今ではこのありさま。今年など男子の新入生はたった4名だ。女子の10分の1にも満たない。ありていに言うとそうなるな。だが財政面については、我が氷上家が理事を務める限り些末な事柄だ。問題なのは
さっきも言ったように入学希望者の減少にある。学生なくして学園は成り立たない。先ほど男子が減っていると言ったが、女子も同じく減少傾向にある。男子に比べれば緩やかだが、このままだといずれ霊峰学園はなくなる。そうだな。私もここまで踏み込んで話をするつもりはなかったのだが、そなたへの無茶な頼みを思えばこれぐらい説明しないと納得してはもらえまい？それに、なくなるというのはあくまで学園の入学者数がこのままならという場合だ。無論私はそれを良しとは思っていない。だからこそ、かつてこの学園にあったシュベスタという慣習を復活させることでこの学園を盛り立てたいと考えた。今から2ヶ月後、霊峰では学園祭を迎える。少しずつではあるが、すでに準備も始まっている。私は今年度の学園祭でシュベスタを大々的に取り上げ、盛り上げ、学園の内外を問わず広めたい。それによりこの学園に興味を持ち、入学を志す者が一人でも増えればと、そう考えてな。そうか、理解が早くて助かる。会ったばかりではないぞ。そなたと私は昨日共に犬を追いかけた仲ではないか。そんなことではない、大事なことだ。まあ聞くがよい。話には続きがある。さっきも言ったように、シュベスタという慣習は女学園時代のもので、廃れて久しいものだ。事実、先日の学園祭準備会議でシュベスタを復活させ盛り上げたいと私が提案したところ、反応は芳しくなかった。理由は単純明快。共学科より10年近い年月が流れた今、大半の学生はシュベスタのことを知らないからだ。もちろん私はシュベスタがどういうものであるか説明をしたぞ。だがそれは伝聞でしかないからな。知らなければ賛成も反対もできない。これはエリカの受け売りだが、私もその通りだと思う。だから私は自らがまずシュベスタとなることでみんなの理解を得られればと考えた。シュベスタはこんなに素敵だぞというサンプルを見せることで学生の理解、聞いては賛同を募ろうとな。そしてそれは出会ったばかりの総一も同じこと。そなたは何も知らぬ転入生で、かつ男だ。学生たちの先入観はなく、見どころもある。シュベスタ候補として申し分ない。そなたが私のシュベスタとなり、それを理解し受け入れてくれることこそ学生たちへの何よりのアピールとなる。それでいきなりあんなことをしたというわけね。うむ、そうだ。では、何、そなたを選んだ私の目に狂いはなかったと思ってな。それならそれで仕方あるまい。
私は事情も理由も説明したし、あとはそなたが決めることだ。そもそも相手を強制して結ばせた絆などシュベスタと呼ぶにふさわしくはないからな。横からすみません、この絵さん、少しよろしいですか。この絵さんは迷ってらっしゃるんですよね、クオンとシュベスタになるべきかどうか。それならまずはお試しということではどうでしょう。かつての女子学生たちもお互いがシュベスタにふさわしいかどうかお試し期間を設けていたことがあったそうです。数週間ほど一緒に過ごしてみて納得すれば正式に誓いを結び、何か問題があればシュベスタにはならずそのまま、言うなればお見合いのようなものですね。エリカ、そなたそのような話をどこで。調べたに決まっているでしょ。はい、実は私たちもクオンに教えられるまでシュベスタという慣習があったことを知りませんでした。ですが会議でそれを提案し懸命に訴えるクオンを見ていたら、自然とシュベスタというものに興味が湧いてきて。だから学園に残っている女学園時代の資料を集めてシュベスタについて自分たちなりに調べてみたんです。知らなければ賛成も反対もありませんから、まずはシュベスタに関して理解を深めるべきだと考えたんです。クオンの話を補足すると、シュベスタという呼称が生まれたのは女学園時代の学園祭がきっかけのようです。もともとこの学園には上級生が下級生を指導するプログラムがありました。それがシュベスタの前身です。ある年の学園祭、誰もが憧れる一組のペアに最高の姉妹ベステシュベスタという愛称が贈られました。翌年の学園祭からそれは恒例となり、そのうちに後輩指導制度のペアに限らず仲の良い学生や親友同士のことを全てひっくるめてシュベスタと呼ぶようになったそうです。そしてシュベスタという呼称が定着すると、今度は誰かとシュベスタになること自体が意味を持ち始めた。仲がいいからシュベスタになるのではなく、シュベスタをきっかけとして親睦を深めるといった具合ですね。ある意味上級生と下級生を結びつけるプログラムに原点回帰したと言えるかもしれません。お試し期間はその頃に生まれたもので、正式にシュベスタの誓いを交わす前のお見合いのようなものです。一度シュベスタを誓い合えば卒業まで一緒ですから、事前に相性を確かめておきたい子も多かったんでしょう。そして正式にシュベスタとなった暁には、その証としてお互いのペンダントを交換したそうです。はい、まさしく。それはこの学園の学生しか持っていない唯一無二のものですから、証にはちょうどよかったんでしょう。お互いの持ち物を交換するなんてちょっとした儀式っぽいですから、こういうの好きな子は多いですよね。あなたたち、わずかな間にそこまで調べたのか。シュベスタについて知らなければ賛成も反対もない、あなたにそう言ったのは他でもない私だもの。ですからあの会議の後二人で調べようってことになって、いろいろと集めてお勉強したというわけです。エリカ、マカバ、どうして泣くの。泣いて当たり前だ。まさか、まさかここまでしてくれるとは。私は今猛烈に嬉しい。だからってもう感激屋なんだから、ほら涙を拭きなさい。この絵さんだって見ているわよ。な、が、そうだな。いや、すまない。そういちにはみっともないところを見られてばかりだ。
なんだ？何でも聞いてほしい。おそらく定着しすぎてしまったからだと思います。一つ訂正と補足をします。シュベスタという慣習は共学化した直後すぐに廃れたわけではありません。実際は共学化した後も女子学生たちの間で受け継がれていました。ですが生まれた経緯やシュベスタ姉妹という呼び名が示すようにその関係は女子のみに限定されていたんです。そこで問題になったのがシュベスタという慣習が学生の間で生まれ育まれてきた伝統という点です。学生たちには自分たちがシュベスタを盛り上げてきたんだぞという自負があり事実イベントごとでは欠かせない存在になっていました。例えば学園祭では最高のシュベスタを選ぶ投票をしたりシュベスタの2人で参加する舞踏祭を開いたり他にも演劇や演奏会や写真展示学生たちは趣向を凝らしシュベスタと共に学園祭を盛り上げていたんです。なあ、それであれば私も子供の頃ルイネーに連れられて参加した学園祭で見たことがあるぞ。私の時は舞踏祭だった。社交界に勝るとも劣らない華やかさは見事の一言で今でもはっきり覚えているほどだ。当時の卒業アルバムにはそういった学園祭の写真も多く残されているわ。ほらこれとかこれね。これほど盛り上がっていましたから共学化となった後も女子たちは学園祭でシュベスタだけが参加できるイベントを続けようとしたんです。ですが学園側にとってそれは好ましくなかった。女学園時代の慣習を偏重しすぎては男子を排斥してしまう。共学化の意味が失われるとそう考えたのだと思います。今の私たちにわかるはずもありませんが実際当時の学園にはそういう雰囲気があったのかもしれません。だから当時の学園長は学園祭ではシュベスタ関連催しの自粛をするようにという通告を出したんです。おそらくそこに悪意はなかった。ただ学園祭で男子の肩身が狭くならないようにという配慮だったのだと思います。しかしさっきも言ったようにシュベスタは学園祭を発祥とし学生たちが長年継承し定着していった慣習でしたから年に一度の大切な機会言ってみれば誕生日を奪われてしまったシュベスタはその後一気に廃れてしまいました。だからこそだ。かつてのシュベスタをそっくりそのまま復興したのでは同じ過ちの繰り返しになってしまう。言葉の意味こそ姉妹だが私は男女間であってももっと言えば男子同士であろうとシュベスタになって構わないと考えている。シュベスタの尊いところは生涯に一度きりの学生生活において唯一無二のパートナーと時を過ごせるという部分だ。そこに男子女子という隔たりはあるべきではない。信頼関係を築く上でお互いの性別などさまつなことだ。もちろん今のままでは復興は難しい。事実学生たちにシュベスタのことを知る者は少なかったわけだからな。だがそれは好機とも言える。先入観なく新たに生まれ変わったシュベスタをありのままに見てもらえるのだ。もともとシュベスタは学生たちの憧れによって誕生した。言うなれば羨望や興味によって発症したものだ。だからこそ私はまず自らがシュベスタとなることで学生たちに興味を持ってもらえればとそう考えた。どうだ？そなたを選んだ理由がより分かっただろう。そう考えると朝のあの宣言は効果的だったわね。みんなあれでシュベスタという言葉に強い興味を持ったのだから。クオーさんのように身内や知人に卒業生がいただろう子がシュベスタのことを思い出して話題に挙げていましたし。改めてクオン、私と若葉は
あなたの提案したシベスタ復興案に賛成するわ。いろいろと調べてみたけれど、この伝統はこのまま埋もれてしまうには惜しいものだと私たちも思う。特にシュベスタを活用して生まれた学園祭での様々なイベントは目を見張るものがありましたから、そういったイベントを復活させることができれば学園祭もめちゃ盛り上がること間違いなしです。そうなったら、例えばうちの弟たちだって蓮舫に興味を持って入学したいって言い出すかもしれません。おお、そうなれば嬉しい限りだ。で、総一、そなたはどうだ？本当か？マジか？マッチでか？なるほど。総一、そなたなかなかの策士だな。総一、早速今夜から私の家に来るがよいぞ。かつてシュベスタとなった者同士は互いの家や寮の部屋に寝泊まりをして親睦を深めたという話だ。子犬の一件の例もある。遠慮せず私の家に来るがよい。何を言い出すのですか。よいではないか。この者に限って間違いはない。そういう問題ではありません。そうよ、クオン。今あなたとこの絵さんは注目されているの。そういった目立つ行動は控えるべきよ。いきなり家に招くだなんて、あなたたちの関係どころかシュベスタという慣習そのものが誤解されかねないわ。そうか、そういうものか。ね、難しいな、男女の機微というものは。許せ総一、そなたを家に招くのはまたの機会としよう。シュベちゃん、シュベちゃん。シュベちゃん、こっちこっち。やっほー、シュベちゃん。そう、君のこと。クーちゃんのシュベスタになったんでしょ？だから、シュベちゃん。クオンちゃんのこと、私みんなをできるだけあだ名で呼ぶようにしてるから。お気に召さなかった？そっか、これから学園にシュベスタが増えてったらみんなシュベちゃんで困っちゃうよね。それに筋肉マシマシで週次やりそうだし。言うねえ。でも合法だから。さっきの授業、あたしたちのクラスは小テストでね、できた人は教室から出て行っていいルールだったわけ。ここ人少なくてのんびりできるから、あたしのお気に入りの場所なんだ。そういう君は、もしかしなくてもお手洗い？そっかそっか、大変だよね。お手洗いは物理的に遠いし、シュベストにはなっちゃうし。そりゃね。今日は朝から、シュベスタって何ですかって聞きに来る子が、学年問わずにひっきりなしだったもん。その度に、シュベスタってのはね、って説明して、いっそのこと、号外でも作っちゃおうかって思ったぐらい。まあ、おかげで説明するのが上手になったけど。ああ、
まあ、うん。これでも3年だし、好奇心ある方だから知ってることは多いんだよ。だからこそ相談役とかご意見番なんて呼ばれるわけで。どうぞどうぞ。君なら安くしといてあげる。ううん、お金じゃなくて、若い子の基地をこうカプッとしてジュルルルーっとね。それはそれ、これはこれ、最近の吸血鬼はスペック上がってるからね。ああ、いいね、ガーリックトースト大好き。あ、ごめんね、ちーちゃん。どうぞお気遣いなく。総一の地で、ちーちゃん。なんかこう、いっぱい出そうな感じするでしょ？じゃあじゃあ、了解、コノエくん。また今度ね。教室で待っていてくれないか。これからルイネの学園長のところに行く予定でな。だから戻るまで待っていてほしいのだ。お試しとはいえ、そなたとシュベスタになった最初の日、私も一緒に帰りたいのでな。夏希、そなたもここで待っているように。わかりました。二人で話でもして待っているといい。この井くん、君に聞きたいことがあるのだけど、その前にまず自己紹介をしてもいい？名前は巫舞夏希。クラスは同じだから説明する必要はないわよね。こう見えてクオンのガードをしているの。よろしく。この絵くん、驚かないのね。私がガードであることに。普通の人にガードだって伝えると驚いたり、それは何って反応をするから。つまりガードを見たのは初めてじゃないってこと？なら、この学園に転入してきたのはどうして？お母様って、この井先生のことよね。違うの、そうじゃなくて。あ、ええ、男子の転入生だもの、警戒して当然でしょ。
そうよ、あれは本当に急なことで。それは、あ、けど君も大変だったでしょ。クオンって昔からああだから、思いついたらすぐに行動に移すところあるの。ありがとう、気を使ってくれて。優しいのね、この絵くん。だけど私がガードだと知って驚かなかったのは、男子だと君が初めてよ。大体の人はその年で女の子がなんて笑ったり、君のような子には似合わないなんて言うから。これが女の子の場合だとかっこいいとか憧れますなんて好意的な感想もあるんだけど。この絵くん、どうしたの？女の子？この絵くん、この絵総一くん、その子のこと他に何か覚えてない？名前とか特徴とか何でもいいから。そうちゃん、嘘だと思う？だよね。でもこれなら。ねえ、これは、これは覚えてるでしょ？ね、でもどうやらマジみたい。うん、私もびっくりしてる。君と同じ。今日はもうたくさん驚いた後だから。と、ねえりっちゃん、妹さんは元気？ あれ？でもさっきは一人暮らしになるって。でも元気そうで安心しちゃった。子供の頃は無茶ばっかりしてたから。うん、ほら木登りとかそういうのよくやって、りっちゃんと二人でいつも心配してた。
私の家は代々氷上の家にお仕えしてる家系なの。クオンとは物心つく前から一緒で、年も近いから、ガードとしてはこれ以上ないぐらい適任だった、というわけ。まあ、ね。いろいろとあったことはあったかな。けど、そういうそうちゃん、そういちくん?じゃない。近衛くんこそ、なら、宗一くんで。この年になって宗ちゃんは、さすがに恥ずかしいし。宗一くんも、夏希でいいから。それで、宗一くんこそ、ある年の夏休みを境に遊びに来なくなったでしょ?ずっと心配していたんだから。そういえば、お父様と三人で遊びに来ていたのだっけ。それは夏休みだもの。先生なら登校日だってあるし、他にもいろいろと忙しいのじゃない?帰りなさい。なあ、戻ったが、どうした？何があった？何がって言うと、先ほどに比べると二人の距離が近い。それに雰囲気も随分と和やかだ。これはその、あれです。ちょっといろいろとあって。そうだが、そういえば、宗一に夏希のことを紹介し忘れていたな。それもそうか。すまなかった。夏希、宗一、それで?その様子だと和合したようだが。はい、彼は信用に足る人物です。よし、では帰るとしよう。夏希、カバンを頼む。はい。ありがとう、宗一君、かばってくれて。じゃあ、もう一つお願い。私とあなたが幼馴染ってこと、他の人には内緒にしておいてもらえる?どうしても、わけは、機会があればそのうちに。帰るぞ、宗一。どうした？まるで帰るだな。しかし、転入初日にして成果を出すとは思わなかったさ。シュベスタのことだ。護衛対象であるクオンとシュベスタになれたことは、一緒にいるという意味で非常に大きい。なんだ、そのつもりで受けたのではなかったのか。なんとも早。よもや転入した目的を忘れたわけではあるまい。
考えていることが顔に出ているぞ、総一。残念だが、私は霊峰の卒業生ではない。だが、ルイと知り合いで理事長とも懇意だからな。そういった慣習があったな、程度には知っている。総一、お前失礼なことを考えているな。そうか、あの夏希がお前と馴染みだったとは。当然だ。夏希から聞いての通り、身武家は氷上家に代々仕えている家系で、夏希の親もガードをしている。そして何を隠そう、お前たちが子供の頃夏休みに遊びに行っていた田舎には氷上の本家がある。身分の家もな。カエルの次は豆鉄砲を食らった後か。ガードだけでなく顔芸も達者になったな、総一。そんなわけで、夏希に関しては今回の一件に絡み、彼女の両親からよろしくと頼まれている。しかし妙だな。その時お前たちと夏希が幼馴染だとは聞かされていなかったが、そのような事実があるなら私の耳に入るはずなんだが。なんだ、怒らないから言ってみろ。なるほど、それで親には報告できなかったと。まあ山に入った件については不問としよう。お前も立夏も夏希も今もって健やかであるわけだしな。だが山に入ろうと温度を取ったのが誰なのか、その点に関してはとても気になるところではあるぞ。ん？それで、よもや夏希にガードだとバレたなどというわけではないだろうな。それでいい。どうしてもというのであれば、今回の仕事が全て片付いてからにすべきだ。現時点ではな。だが今後、お前や夏希が相手方の両親へ挨拶に行くという可能性もゼロではあるまい。いや、今日のお前は本当にいい顔をするな。お母様だ。とすまない、また電話だ。やはり立夏か。まったく、あいつめ何度電話をしてくれば気が済むのや。それこそひっきりなしだ。まったく、蕎麦屋の出前の催促じゃあるまいし、昨日あんなことがあったというのに。立夏のやつだ。今日も今日で兄様は大丈夫かと世話しなくてな。自分で本人に確かめろと言っても、やれ恥ずかしいだの、迷惑になってはいけないだのと、まるで聞きやしない。これで自分の仕事をおろそかにしているならまだ注意のしようもあるんだが、さすがそこは抜かりなくてな。そうだ、総一、ほら。いい機会だ。お前の口から兄は元気だからあまり母さんを困らせてはいけないと言ってくれ。頼んだぞ。ああ、やっとつながった。お母さん、一体何をしてたんですか。そろそろ兄様が寮にご帰宅になった時間ですよね。どうですか、兄様はお元気そうですか。それと霊峰のお食事はどうでしょうか。口に合っているのか、量は足りているか、どちらも心配です。
もう仕事さえ片付けば今すぐにでも私が兄様のおそばに行っておやつでもお夜食でも作るのに。そうだとも。まったくお前というやつは心配性にも程があるぞ。もちろん家族の心配をするなとは言わない。だが何事にも限度はある。出ないと私の電話がまた総一のところへとつながってしまうことになるが、それでもいいか、リッカ。元気だ。いや、現金なやつだ。にしてもあいつがここまで心配性だったとは。これではまるで今回の依頼人の理事長のようだな。そうだな、違いない。始まりました。お嬢様は素直になれない。突然女の子だらけの学園に転入することになってしまった主人公近衛総一は一体どうなってしまうのか。まあそれは続きをプレイしていただければわかりますから、ここではひとまず置いておきまして、このコーナーでは私長谷倉若葉が素直になれないヒロインたちを紹介していきたいと思います。というわけで最初のゲストはクオンさんのガード、身分なつきさんです。はじめまして、身分なつきです。って、若葉？私、予告編をやるって聞いてきたんだけど。まあまあいいじゃないですか。なつきさんといえばやっぱりガードってところがポイントですよね。うん、クオンのガードとして日頃から一緒に行動してるわ。子供の頃からずっと一緒だったから、そばにいるのが当たり前といった感じかも。いいですね、幼なじみ。ということはお風呂も一緒に入ったり。子供の頃はそういうこともあったけど、でも今は女子寮でお風呂を借りた時とかそのくらいね。ところで夏希さんと近衛さんも幼なじみというお話ですが、やっぱりお風呂に入ったりしたんですか。なあ、するわけないでしょ。私とそうちゃんとは。そうちゃん、今のは何でもないわ。何でもだから、そのつまり、そうちゃんと、そうよ、ちゃんと清い付き合いだったってこと。そうやって慌てたり困ったりすると魅力が出るところ、エリカそっくりですね。まさにお嬢様は素直になれないって感じです。もう若葉ってば。ということで次回はそんな夏希さんが歌に踊りに大活躍するお話です。歌いません。お嬢様は素直になれない第2話、ダンスがうまく踊れない。ご期待ください。